セリセイ峠は、京都府京都市右京区と、同志左京区にまたがる峠である。比叡山方向を望む、標高680メートルの京都府道361号、上に位置しており、京都府京都市右京区京北セリセイと、同志左京区倉巻船町を隔てている。峠のすぐ近くから、セリセイ側にハイヤ川が流れており、ここにセリが自生していたのが、名の由来との伝承がある。 かつては、京北集山地区から上落する場合には最も、メジャーな道路であり、左京区側の麓にある川床で有名な木船は、このセリセイ峠を越えた人が休憩を取り、服装を正した茶屋のようなものから始まった。京都の文化に深く根付いた峠と言えるだろう。車両での通行が可能な峠である。しかし片側1車線が整備された区間と1.0。 車線乗り合う不可能な京路の区間が断続的に繰り返し、急勾配や急カーブが連続する峠道となっている。特に木船側は20度以上の急勾配の上、ヘアピンカーブが連続する区間があり、大型車は一度で曲がりきれないこともある。しかし、麓に降りるとみやびな料亭や川床が広がる、観光地として整備された一角が現れ、交通量が激増する。特にこの木船は、 避暑地として有名なため夏には渋滞が起きることもある。峠の北側と南側で周囲の状況が一変する峠である。ありがとうございます。